クリスチャン・バンデ。2009年のライブにて、コバイア語は、フランスのドラマー兼作曲家クリスチャン・バンデと彼が、率いるプログレッシブロックバンド、マグマによって創作された歌詞のための言語である。これは、バンデによって考案された、架空の惑星である、コバイアの言語であり、この惑星は、コバイア語で歌われる、マグマの10枚のコンセプトアルバムの音楽で、表現される。 スペースオペラの舞台となっている。フランスのドラマーで作曲家であるクリスチャン・バンデはアメリカのジャズミュージシャン兼作曲家であるジョン・コルトレーンの死後の空気を満たすという目的で1969年、クレニプログレッシブロックバンドマグマを結成した。マグマの最初のアルバムであるマグマに取り入れられるようになった。イギリスの音楽評論家であるイアン・マクドナルドはコバイア語が 意味的ではなく、音声的であり、言語に適用される意味よりも、聞こえに基づいていると述べた。マグマのボーカルの一人である、クラウス・ブラスキス・クラウス・ブラスキスは、コバイア語を言葉が音楽とは切り離せない、心の言語であると述べた。マグマの専門家である、マイケル・ドレインは、コバイア語の歌詞により与えられる抽象的要素は、慣習的な言語では滅多に与えられることのない。 感情的な奔放さの高みまでマグマのシンガーを引き上げるように見えると述べた。マグマのアルバムのコバイア語の歌詞は一般的に翻訳されていないが、アルバムのライナーノーツではフランス語でコバイアの物語を明らかにするいくらかの手がかりが記されている。この言語の元々の意図は内容が精細にわからないようにすることであったが、非公式のコバイア語のオンライン語彙も黒くが、 マグマのファンにより制作され、またバンデ自身もそれ以来多くの言葉の翻訳を行っている。クリスチャン・バンデはマグマの音楽をズール・アール・ゾイそしてユニベル・ゼロなど他の多くのバンドに影響を与えた。ズールは後にマグマのものと類似した音楽ジャンルを指し示すようになった。ルインズや高円寺百景のようないくつかの日本のズールバンドも発生し、歌詞もコバイア語に類似した。 人工言語が使用されている。ありがとうございます。